おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日のテーマはこちら。伊達政宗は独眼竜ではない。伊達政宗は日本の戦国時代末期から安土桃山時代にかけての武将であり、仙台藩の初代藩主です。彼は独眼竜として知られていますが、この呼称には歴史的な誤解が含まれている可能性があります。まず伊達政宗が独眼竜と呼ばれるようになった経緯を考える必要があります。この呼称は政宗が幼少期に天然痘に罹患し、その結果左目が見えなくなったという話に由来しています。しかし実際の歴史的記録では政宗の視力障害に関する明確な証拠は見つかっていません。政宗の左目が見えなかったという話は、彼の武勇伝を語る上での誇張や後世の人々による創作の可能性が高いです。実際に政宗の行動や政策を見ると、視覚障害による制約があったとは考えにくい場面が多々あります。例えば政宗は戦場での優れた戦略家であり、多くの戦いで勝利を収めています。これは障害を持つ者にとっては極めて困難な業績です。さらに政宗の時代の肖像画や資料には彼の視覚障害を示唆する描写はほとんどありません。当時の画像資料はしばしばその人物の特徴を強調して描かれることが多いため、もし政宗が実際に独眼竜であったなら、その特徴が強調されるはずです。しかし残された多くの肖像画では政宗は両目が描かれており、視覚障害の兆候は見られません。このような事実を考慮すると、伊達政宗は独眼竜ではないという可能性が高まります。彼の独眼竜というイメージは、彼の勇猛さやカリスマを象徴するために作られた後世の創作である可能性があります。総じて歴史はしばしば神話や伝説によって語られるものであり、実際の事実とは異なることがあります。伊達政宗の独眼竜というイメージもその一例と言えるでしょう。歴史的史実と神話や伝説の間のこのようなギャップは、私たちに歴史をより慎重に検討し、物語と事実を区別する重要性を教えています。伊達政宗の独眼竜という伝説が広まった背景には、彼の強烈な人格や歴史上の業績が大きく影響している可能性があります。政宗は仙台藩の基礎を築き、強力なリーダーシップと戦略的な洞察力で知られていました。このような卓越した能力は彼の伝説を形成する上で重要な要素であり、その中で独眼竜という特徴が強調されたと考えられます。しかし歴史学の観点からは、こうした神話や伝説に対して懐疑的な目を持つことが重要です。伊達政宗の生涯を研究する上で、彼の実際の業績や行動、文化的貢献に焦点を当てるべきであり、後世の創作や誇張に基づくイメージに惑わされることなく、客観的な視点を保持することが求められます。結論として、伊達政宗は独眼竜ではないという見解は、歴史的な証拠や記録を慎重に検討した結果として十分に妥当なものといえます。伝説や神話が歴史的史実として受け入れられることはよくありますが、それらはしばしば後世の創作や誇張に基づいているため、歴史の真実を探求する上では慎重なアプローチが必要です。伊達政宗のような歴史上の人物を研究する際は、彼らの実際の業績や人格、そして時代背景を理解することが歴史の真実に近づく鍵となるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。これらのお話は全て諸説ありです。事実を確約するものではありません。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。